皆さん、お待ちしていました。ノエル、どうしたんだ？実はこの寒さでアルビオールの浮力機関が凍りついてしまったんです。今ネフリーさんの協力で修理をしていますが、一晩はかかってしまうかと。そうか、イオンを休ませたらすぐにでも出発しようと思ってたけど。無理なものは仕方がないさ。そうよ、この時間を利用して明日の準備を整えましょう。敵はあの万葉賞です。ベルケンドでの殺気、正直言って脅威でした。なるべく万全の準備で臨みたい。じゃあ私はイオン様をネフリーさんに預けてくる。みんなはそれぞれ準備をしてて。では今日はこの場で解散して各々準備を進めましょう。私が機体を完璧にしておきます。皆さんはゆっくり休んでください。疲れたら各自で宿に向かいましょう。ご主人様、僕は明日何をしたらいいですの？お前？ばあさんの顔に火を吹くですの？それとも、いつもみたいに道具袋の中に隠れてていいよ。そうですの？それじゃあ僕役に立たないですの？十分立ってるよ。お前ムカつくけど和む。ご主人様が褒めてくれたですな。訂正、やっぱちっとうざくてムカつく。正直言ってあなたと最初に出会った時は絶対に好感を持てないと思ったんですがね。俺だってそう思ったぜ。嫌味でムカつくって。ま、こうやって旅を続けているうちにあなたのこともそう悪くはないと思えてきましたよ。本当かよ。ええ、知っていますよ。私はあなたが今でも夜中にうなされて目を覚ますこと。あなたにとってアクゼリスの崩落はまだ過去のものではないのですね。当たり前だ。盗賊やオラクルの兵を斬った夜は眠れずに震えている。臆病だろ俺。いいえ、あなたのそういうところは私にない資質です。私はどうも未だに人の死を実感できない。シェイド、あなたを見ているうちに私も学んでいました、いろいろなことをね。俺ジェイドと旅してよかったと思う。ジェイドのおかげで俺がやらなきゃいけないことが分かったんだ。バン先生とは違うけどジェイドも俺の先生だな。弟子は取らないんです、人に教えるのは嫌いなので。いいんだよ、勝手に盗むんだから。そうですか。ま、好きにしてください。いろんなことがありましたわね。そうだな。私もあなたもこの旅に出る前と後では何もかも違いますわね。ごめんな、ナタリア。まあ、どうしましたの？あなたが謝るなんて珍しいですわね。約束果たせなかった。プロポーズの言葉俺知らなかったんだもんな。思い出せるわけなかった。聞いていましたでしょ、あの時シェリダンで。バレてたのか。言ってみてくださいません。なんで？それで私いろいろなことから決別できるような気がしますの。いつか俺たちが大人になったらこの国を変えよう。貴族以外の人間も
貧しい思いをしないように、戦争が起こらないように、死ぬまで一緒にいてこの国を変えよう。ありがとう。私、あなたが誰なのかなどともう迷いませんわ。王家の血を引かない事実を受け入れたように、あるがままあなたを受け入れます。ナタリア、あなたも私の大切な幼なじみですわ。一緒に生き残ってキムラスカを良い国にいたしましょう。ああ、ありがとう。アニス、泣いてるのか？泣いてないよ。ちょっといろいろ考え込んでただけだもん。嘘つけよ。涙の跡があるぜ。キザガイみたい。キザってなんだよ。心配してやったのに。ルークはやっぱり私のことが好きなの？別にそんなんじゃねえよ。さあ、今のルークならまあ結婚してあげないこともないよ。そう。ハリエッタは結婚できないまま死んじゃったんだね。冷たかっただろうな、雪の中で。それで泣いてたのか。違うよ。アリエッタは大好きだった人がもうこの世にいないことを知らなかったんだなって。なのに首席総長は知ってて利用したんだよ。それで死んじゃったなんて。なんかさ、先生は本当はそんな人じゃないと思うんだ。ルークは総長のこと美化しすぎ。あいつのせいでティアだって苦しんでるし、イオン様だって利用されて。私はあんなおっさん大嫌い。おっさんって。ルーク、気合だよ気合。明日は絶対に勝つ。分かってる、負けないさ。みんながいてくれるから。イオンもレプリカだったんだな。ええ、ワンたちが僕を作りました。僕らは誰が同志にふさわしいか順番に検査されて。で、お前が選ばれた。ええ、ですから僕はいつも思っていたんです。僕には代わりがいる、だから死んでも問題はないって。そんなことねえよ。それがまかり通るなら俺だって。ええ、そうです。僕はシンクの死を目の当たりにしてやっと分かったんです。僕はイオンの代わりだけど、僕の代わりは誰もいない。僕もシンクも代わりは嫌だったんです。だから僕は感情を殺した。シンクは生まれたことを呪った。俺は本当はどうしたいんだろう。僕は多分あなたがどうしたいのか知っています。答えはバンが持っている。あなたがバンから自立したら気づくと思いますよ。兄さんに従っていた六人将はディスト以外みんな亡くなったわ。あとは兄さんだけ。ティア、本当に先生と戦っていいのか？本当は。ん？本当は戦いたくない。兄さんはずっと私の親代わりだったの。外郭大地へ行ってしまってからも私のところに顔を見せてくれたわ。ん？兄さんが大好きだった。だからあんな馬鹿げたこと絶対やめさせたかったのに。もう一度説得しよう、ティア。無駄よ、兄さんが聞いてくれるわけないもの。それでも
最後にもう一度だけ、できることからやる。そうだろう。あなた変わったわ。なんだよ急に。人は変われるのね。でも兄さんはそう思っていない。兄さんこそユリアのスコアに振り回された大バカ者だわ。ギア、辛いなら戦いから外れていいんだぜ。バカね。あなたのことを見ているって約束したじゃない。ギア、それに兄を撃つのは妹である私の役目だわ。無理するなよ。ありがとう、ルーク。なんだ、緊張した顔だな。そうか、そうかもな。先生と戦うんだから。そうだな、あのバンと戦うんだな。ああ、悪い。ガキの頃を思い出してた。あ、そうか、ガイにとっては先生は幼なじみか。まあな、俺はガキの頃怖がりでね、よく姉上に男らしくないって叱られたよ。そんな時いつもかばってくれたのはバンだった。先生に子供の頃があったっていうのが俺にはよくわからねえや。バカ言え、誰だって子供の頃は。お前にだってあるよ。7歳なんてまだ子供だぜ。何言ってんだよ、そんな頃の記憶ねえよ。バカだなルーク、お前今まだ7歳だろうが。あ、そういうことかよ。成人まであと13年もある。子供時代満喫しとけよ。ガイ、ありがとう。俺ガイの幼馴染でよかった。へへ、何言ってんだよ、らしくない。もっとうぜえとかたりーとか言えよ。そっちの方がお前らしいぜ。うん、じゃあ全部終わったら、ああたるかったって言うわ。陛下たちの前で言うなよ、顔しかめられるぞ。ルーク、ちょっといい？ん？大佐から伝言よ。インゴベルト陛下とピオニー陛下に鳩を飛ばしたって。何か起きたのか？いつ外郭降下が始まるかわからないから準備をしておくように伝えたそうよ。なんで？まだアブソーブゲートとラジエートゲートの2箇所も残ってるんだぜ。これはあなたと私だけにって大佐が言っていたのだけれど、兄さんのせいで外郭はいつ崩落してもおかしくない状態らしいわ。場合によってはラジエイトゲートを起動させる時間がなくなるかもしれないって言っていたわ。だけどラジエイトゲート起動と同時に外郭が降下するようにって命令してきただろ。大佐には考えがあるみたい。なるべく避けたい方法だとは言っていたけど。わかった、俺たち二人は覚悟しておけってことだな。そういうことよ。それじゃ邪魔してごめんなさい。ゆっくり休んでね。これは？すぐにアブソーブゲートへ向かうんだな。わかった。では私はこれで。何の用だ、レプリカ。お前が呼んだんじゃないのか。いつもの頭が痛くなることがしたぜ。期限が近づいてるってことか。それよりお前、先生に切られた傷は。お前に心配されるようなことはない。なんだ、
言いたいことがあるんならはっきり言え。ありがとう。お前、俺のことを憎んでるのに、いろいろ協力してくれて。勘違いするな。俺の目的のために、お前を利用してるだけだ。お前のためなんかじゃねえ。二度とそんなことを言ってみろ。殺してやる。なあ、アシュ。一緒に先生を止めに行かないか。お前と俺で先生を。断る。どうして？あ、アシュ！おい、腹から血が。クソ。こんな体でなければ、特に俺がアブソーブゲートへ向かっている。お前がバンを打ち損じた時は、俺が張ってでも奴を殺すかな。わかった。俺必ず先生を止める。止めるんじゃねえ。倒すんだよ。わかった。アルビオールの修理は完了したそうですよ。ノエルは先に港で待っています。イオン様、体の方はどうですか？はい、もう大丈夫。と言いたいところですが、多分ご一緒しては迷惑がかかると思います。そうか。僕はここで皆さんの帰りをお待ちしています。ですから全ての決着はアニス、あなたに見届けてもらいたい。わかりました。ではいよいよですね。ルーク、準備はいいですか？ああ、みんなもいいか？バッチリ。イオン様の代わりに総長の計画を食い止めちゃうもんね。そうね、たとえ命を奪うことになっても。ティア、それで本当によろしいんですの？ええ。ティアがそこまで決心したなら、俺たちも覚悟を決めるしかないよな。アブソーブゲートからの逆流を止めて外郭大地を降下させる。先生と戦うことになっても。ミュウも頑張るですの。頼むぜミュウ。みんなも頼む。行こう、アブソーブゲートへ。ちょっと緊張してるかもな。そうですね、ドラントの全ての命運を握っているのですもの。この戦いは絶対に負けられない。兄さん、たとえ妹でも理想の妨げになるものを容赦はしないわ。私たちも命を懸けないと。マジで頑張らないとね。そうですわね。私たちをここまで導いてくれた人々のためにも、世界のためにも。兄さんの命を奪うことになっても、私たちがやるしかないのだから。いや、無理しないでね。そうですよ、あなたは一人で戦っているのではないのですから。ありがとう、アニス、ナタリー。はい、ちょっと剣の稽古が付き合いよ。お、どうした突然こんな時に。不安なのですか？先生と本気で剣を交えたかったから仕方がことになった。ファンの剣術はすごいからな。おまけに武術も使えるセブンスポニバーだ。そりゃビビりもするか。正直マジビビってる。でも負けられないから。よし、久々に一丁やるか。うん、では私も少し体を動かしましょうか。お、珍しいな。さすがにマジだな、ジェイドの旦那。面倒なことは嫌いなのですが、まあ負けられませんしね。あ、
着がつくんだな。大地の効果も正気も兄さんの野望もドキドキするですの。思えばここに至るまでいろいろなことがあったな。なになに、思い出話はおっさん化の証だよ。おっさんはないだろう。なすべきこと、それを見つめ直す旅でしたわね。そしてなすべきことがまだ残っていますね。アブソーブゲートに行ってバン先生を止めよう。うん、おー